今回は簡単な遅延回路を紹介していきます今ブレッドボード上には真ん中で分けて左と右にそれぞれ別々の回路を作っています左の回路の動作はスイッチを押していないと LED が消えていてスイッチを押すと点灯しスイッチを離すと少し間を置いて消灯しますで右の回路は スイッチを押していないと LED が消えていてスイッチを押すと少し間を置いて LED が点灯しますでスイッチを離すと消えます,す,えます今回はこのような回路について紹介していきます ではまず、遅延回路の基本的な部分について説明していきます。遅延回路には大きく分けて、1番、2番、3番、4番のような回路があります。先ほど紹介した回路の左側の回路は、この2番の回路を基本としていて、右側の回路は、この3番の回路を基本としています。まず1番から紹介していきます。 これは電源とコンデンサー低電流源スイッチで構成されています。で、これの動作がスイッチを押していない状態ではここの出力 VT はこの電源から低電流源やコンデンサーを通して電圧が印加されているので 5V となっています。そしてスイッチを押すと 電源からコンデンサーを通して一気に電流が流れて充電するので一瞬で 0V まで落ちますそしてスイッチをここで離すと充電された向きと逆向きで低電流源を通って放電するので一定の電流を流しながら放電するのでこういった線形的なグラフで放電していきますそして電源電圧に達すると 頭打ちになるので元の状態へと戻りますこのスイッチを離してから、えー、電源電圧に達するまでの電圧を求める式がこちらになっていてこれはコンデンサの容量分の低電流値るこのスイッチを離してからの時間 t となりますで今回はここの部分をすべて 停電流限にしてるんんでですけどこれは抵抗でも問題ありませんただし抵抗にするとここのグラフが、えー、線形的でなく指数関数的に変化してしまうのでちょっと説明が難しくなってしまうので、まあ、例えばこの式も難しくなるので今回は停電流源を使いましたでこの回路の出力 VT を使う時にあまり 電流値を取れないことが多いので何かでバッファーしたりしますそれが例えばトランジスタだった場合はこの1番の回路については PNP トランジスタでバッファーしてくださいでこの PNP トランジスタでバッファーする場合はコレクターを、えー、吐き出して使うので例えば、えー、抵抗と LED などをつけて使用します では次に2番ですがこれは上の1番の回路をここから見て上下入れ替えたものと等しくなります動作がスイッチを押していない時はこの低電流源やコンデンサーを伝ってグラウンドに設置されているようなものなので 0V ですそしてスイッチを押すとドッとコンデンサーを充電するので一瞬で 5V まで充電します そして、ね、スイッチを離すと充電された向きと逆向きで低電流で放電するので線形的に放電していきますで 0V までなると元の状態へと戻りますでこのスイッチを離してから 0V になるまでの電圧の変化は、ね、こちらの式で求めることができます でこれもバッファーするときトランジスタを使う場合はこれは NPN トランジスタでバッファーしてくださいでコレクタを吸い込みの方式で使用するようにしてくださいでは3番と4番の回路について説明していきますこの3番と4番は先ほどの1番と2番とはちょっと種類が違うものとなっています簡単に見ると1番と2番は並列回路で3番と4番は直列回路っていうのがわかると思います これの動作が、スイッチを押していないと、出力はコンデンサを介してグラウンドに設置されているようなものなので、まあ、一応 0V になっています。で、ここでスイッチを押すと、低電流源を通りながらコンデンサを充電するので、一定の電流で充電します。なので、線形的に上昇して,していき、電源電圧になると頭打ちになり、横ばいになっていきます。で、このスイッチを押してから、 頭打ちになるまでの電圧はこちらの式で求めることができますでこの回路はこの1番と2番のようにスイッチを離すと最初と最後で状態が同じにはなりませんスイッチを押して離すとこのままなんですねずっと例えば コンデンスが空の状態からスイッチを押して、えー、充電していき途中でスイッチを離すとこのまま横ばいになっていき、えー、変化がありませんなのでもう一度使おうと思ってもすぐには使用できません例えば電源を落としてまたコンデンスが放電するのを待たないといけませんなのでまたいろいろつけていかないといけないんですねこの回路には放電回路をで、まあ、この回路の出力をバッファーするときは NPN トランジスタでバッファしてくださいで4番の回路はこれも上下反転したようなものになっていてスイッチを押していない時は電源がコンデンサを返して出力につながっているので 5V ですそしてスイッチを押すとこのルートで低電流でコンデンサを 充電するのでこの VT は線形的に電圧が減少していきますそして 0V で、まあ、終わってしまい横ばいになりますこれもスイッチを押してから 0V になるまでの電圧はこの式で求めることができ先ほどと同じように例えば空の状態からスイッチを押して 充電していき途中で離すとそのまま電圧は横ばいとなっていくのでこの回路についてもそのままでは使えないのでコンデンサに放電回路をつけないと使用できませんこの回路が一番最初に紹介したこのブレッドボードの回路の左と右に相当しますで先ほどの説明の2番と3番がそれぞれに対応します 2番の回路の動作がスイッチを押していないときはここが 0V なのでトランジスタは駆動していないので LED は消えていますスイッチを押すとコンデンサが一瞬で充電されここが 5V になるので高電流が流れて LED が点灯しますでスイッチを離すとこのコンデンサがこのルートとこのルートを通して放電していきます そしてここの 5V がだんだん電圧が下がっていきトランジスタの動作電圧である 0.7V を下回ると LED が消灯しますここでこの抵抗はじゃあいらないんじゃないかと思う人もいるかと思うんですけどこの抵抗がもしないとスイッチを押して充電してここが 5V になってスイッチを離すと放電するんですけど これがない場合はこのルートしかありませんね放電がそうするとトランジスタの動作電圧である 0.7V まで放電していくと、まあ、少し LED は暗くなるんですけど 0.7V を下回り出すとほとんどトランジスタの方に電流が流れなくなるんですねでもほんの少しは流れてるんで LED は暗く点灯している状態になりますでその状態がちょっと長く続いてしまうのでこちらに抵抗を入れないと、えー LED が, LED が消えませんずっとちょろ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 とこのルートで放電してしまうのでじわーっと消えてしまいます実際にやってみると今この抵抗を取っ払ってしまったのでこれでやっていきますスイッチを押して離します今ずっとここでゆっくり放電をしてるんですねでここほぼ 0.7V になってるんですけど ここから放電のスピードが遅くなるので、ゆっくり消えてしまいます。なので、こちらに抵抗を入れて、やると、押したら突き、離したら、パッと消えるようになります。では、3番の回路を説明していきます。まず、スイッチが押されていない状態では、ここが 0V です。なので、こう来て、ここが 0V なのでこのトランジスタはオフになっていますなのでこう来きてこの2つ目のトランジスタに電流が流れますなのでオフ・オンになっているのでこのコンデンサはこういう向きで放電状態になっていますな,もなので何も溜まっていない状態となっていますそしてスイッチを押すと少し経ってつくんですが今度はスイッチを押すとここが 5V になるので きてこう電流が流がれますえ。そうするとこのベースで流れていた電流は今度はこちらのトランジスタに流れていってしまうのでえこのトランジスタがオフになりますですからオンオフですねえなので今スイッチを押しているのでこのルートでこのコンデンサをちゃんと充電させることができますでこの充電電圧が約 0.7V を超え出すと LED がつきますで離すと 今度はまたここが 0V になり最初の状態に戻るのでここがパッと放電状態になるので一瞬で LED が消灯しますえここでこの LED の変化する時間をえもう少し長くしようと思ったら この抵抗の値を大きくするかこのコンデンサの容量を大きくすることで長くすることができますただこの抵抗の値をあんまり大きくしすぎるとこのベースに流れる電流が減ってしまうのでトランジスタの増幅率が追いつかなくなってしまいこの負荷をうまく駆動できなくなってしまうことがあるのでまあ注意してくださいどうしても この抵抗値を大きくしたければこの出力にもう一つトランジスタをつけてバッファーするかこの回路自体の出力に IC などをつければ十分バッファーできると思いますそしてこの回路の動作なんですが右の回路はスイッチを押していると充電して LED が点灯するというものなんですけどこの時間を長くするとずっと押しておかないといけないので これが面倒な場合はこういったオルタナイタ型スイッチというものがありますタクトスイッチはモーメンタリー型なので押している間しか接点が同通していませんがこのオルタナイタ型は一度押すと同通しもう一度押すと離れるというような動作になりますこのスイッチをタクトスイッチと置き換えてみます これで動作を見ていきます。一度押すと閉じたままなので LED が点灯しもう一度押すと接点が離れるので消灯しますこの方が便利なような気がしますね今回紹介した回路では出力にトランジスタを使っているので例えばもっと10秒後に LED を変化させたいとか 20秒後に変化させたいいいっていう予測が難しいんですね。例えばカットトライで大体の予測はできるかもしれないんですけど、まあ、このトランジスタ自体が非線形的な素子なので、えー、選ぶトランジスタによってその特性が大きく違うこともありますなので次回はそういった例えば何十秒後に点灯させたいとかっていったことが大体でいいんですけど計算で予測できるような回路を 紹介していこうと思います。では今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。